はいどうも、ロキオです。ロキオと潜入、テンパルギアソリッド、メタルギアソリッド3実況プレイ、パート42ですね。はい、ということで前回の続きでございます。無事、危険フェーズを解くことができました。はい、ということで、続けてやっていきたいと思います。ちょっとね、慎重にもう撃つことをやめようかと思います。できるだけ銃とかね、撃たないでやっていきたい。ちょっと待って。ワンちゃん起きてない？ワンちゃん起きてるよね、あれ。ワンちゃんめっちゃ構えてるけど、あれ。ちょっと、あっちにも人いるし、ちょっと どうしたものかな。これ、ちょっと起きるのやめて。起きるのやめてもらって、ちょっとこっちからね、ちょっと、こう、ぐるっと回っていきましょうか。もうワンちゃんね。でもワンちゃんは確か、あれですよ。視界というか視力はそんなに良くないんですよね。匂いにはその分匂いが、匂いに長けてるらしいですが、ちょっと待って、こっちを向かないでね。てかもうあの兵士さんあそこでサボってていいんでしょうかね。前回あの兵士さんにちょっとやられましたけど、やられたというか気づかれましたけど、こんな感じでよいしょ、少しずつ移動していけば多分大丈夫。 70% もあれば大丈夫でしょう、きっと。あ、結構多いな、兵士さん。数が多い。よいしょ。ちょっと、もうそろそろ後ろ向いてもいいんじゃないかな、あの人。ちょっとね。よいしょ、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 いい感じ、いい感じ。ここ、開くかな、この扉。開くよね、多分。OK。よし、よし。どこ目指してるんでしたっけ。ちょっとマップを確認させていただいて。あそこか。どうしよう。でもそっちに確かいましたよね。そっちに確か兵士が一人いなかったっけ。いない？あー、ちょっと待って。よし、OK。今ならいける。そう、サーチライトがない分ちょっと楽ですね。こっちの方に。危ない。よし、よし、よし。ガチャッと開けて。はい、行きます。グロズニーグラド北東部。もうここら辺何回通ったことかね。もう、ちょっと待って、進め、何やってんの、訓練的な畜生とか言ってるけど、進めって何。ああ、やっぱり、訓練やってる。あ、これ、うわー、撃ってるし、スパルタ教官ですね。うーん、お腹が空いた中でね、その訓練は結構大変ですよね、きっと。ということは、あいつらが、行った後に後ろを抜けていく感じですかね。多分こっちまで、端っこまで来ますよね。めっちゃ腹減った腹減って言ってますよ。ちょっともう本当に申し訳なかった、食料庫破壊して。多分、こいつらはどこまで来るのかな、ちょっと見ときましょう。どこまで？どこまで？結構近づくね、あなた。あ、あそこまでね。了解、了解、了解した。ちょっと、あ、ちょっと、それはやめて。うん、結構タイミング難しいな、これ。結構タイミング難しいな。3人一緒に動いてくんないかな。3人一緒に動いてくんないかな。ちょっと厳しいな、これ。ちょっとそこの2人がこう来て、で3人が行くと。行け行け、よし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 、行けた、 OK。 危ないね、訓練生の人もね、そう、疲れてますから、多分視力がちょっと弱くなってたのかな。危ない、よかった。で多分あそこに、本当にあそこでいいんだよね、多分あそこの扉から入るんだったと思うけどな。これで間違ってたら自分ちょっと悲しくなっちゃいますけど、大丈夫かな。あっちでいいんだよね、多分ね。うん、 OK。 よし、じゃあ進んでいきたいと思います。詰まってるよ、 OK。 もう絶対食料食べない状態でね、あんな感じで訓練とかやってたら倒れますからね。皆さんご飯だけはしっかり食べてほしいですけど、ちょっと自分がね、ご飯なくしちゃったので。
あ、でも本当にあの時には食料庫破壊しといてよかったですね。パートいくつ前だったかな？結構、5つ？ 6 つぐらい前だったと思います。結構前でしたもんね。あの時点で食料庫破壊しといてよかったって結構いるなぁ。これちょっとどうしたものかなぁ。動きを見ときましょう。動くのかなぁ。あそことあそこ、あっちは動くなぁ。こいつさえどうにかすれば、うわ、ちょっとこっち来る、こっち来ないで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 。70%あるから多分ある程度大丈夫だと思うんですけど、もしやるんだったら、もしその、撃つんだったら、一発で決めないと、ちょっと厳しいですね。ヘッドショットじゃないと厳しい。こっち来ないよね？こっち来ないよね？来る？来ないよね？来ないってね？ 来ないってね、来るのね。 なんかこれ同じことした気がしますね、これ。 なんかこれなんか何回か前も同じようなことやった気がする。 デジャブですかね、これね。その時もなんかこっち来ないでね的なことを言って来たんですよね。 そんな気がする。 ちょっと待って、まだ来る？こんな来てたかな？こんなとこまで来なくていいから、ちょっとあなた。ちょっともうね、もうちょっと見回るところがあると思うよ。あ、訓練に参加したらいいんじゃないですか、訓練にね。こんなとこまで来なくていいと思うよ。え、ちょっと待って、本当に来る？ちょっと待って、無理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 。ちょっと離れますね、ちょっとね。どんぐらい離れたら大丈夫？こんぐらい？どう？こっち来る？来ないか。こっちまではさすがに来ないよね。多分今のところで、おそらく U ターンをして、よしよしよし、そうだよね。から、こういう場合こうして、こうして、ちょっと、そろそろと近づき、腹が減ってるので、多分、OK! よし。OK! よし。うん。いつも足音で気づかれるんですよね。そこをどうにか、うまくでき、したいものですが、ちょっとなかなか難しい。OK、でも今ので、多分、いけますね。あそこに兵士が一人いるのか。大丈夫かな？いける？後ろ向いてほしいな。あー、OK、後ろ向いてくれてる。OK。そのまま後ろ向いてて。ね。そのまま後ろ向いてて大丈夫だから、多分自分は今からここに入るから、後ろを向いててね。うん、OK です。無事、兵器廠。東と、侵入。うわ、そっか。ちょっと待って、もうこれ、科学者の服とか無理なんだよね。カモフラージュもうない、ない、ないかな？いける？いけるかな？まだサイエンティストで。いけたらいいけど。あ、待って、でも今日科学者休みとか言ってたよね。あ、そうか。え、どうだろう、これ。まあ一応見つかんないのがいいけど。どうだろう。科学者で行ってみる？あ、眼帯つけてるから意味ない。そうか、そういうことか。ちょっとこれ難しいな。あそこまでじゃ行かなきゃいけないんだ。じゃあ、眼帯つけてるからね、これちょっと多分バレるんだろうな。あ、じゃあやっぱこれで、ライコフ少佐のに着替えればいけるんじゃない？また。あ、目、片目つぶれてるけど、多分いけるんじゃない？これで。どうだろう？ちょっとやってみよう。ね。うえ、あ、見つかった！やっぱり無理だ！ダメだ！やっぱダメだった！ダメだった、やっぱり。やっぱりダメだった。うわー、鳴らされた。やばい。やばい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 。これやばい。やばい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 。どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう。え、ちょ、どこに、あ、いた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 い
これちょっと、あ、やっぱりダメなんだ。やっぱりちょっと科学者、ちょっとカモフラージュは意味なかった。そっか。じゃあやっぱり片目が潰れてるんじゃダメなんですね。
ちょっとユニフォームを、まあ一応スプリッターにしとくか。スプリッターで。で、大丈夫かな？はい。どうしよう、じゃあちょっとこれ、ここに隠れといた方がいい？あー、また来た。はい。はい。はい。OK。もう科学者ちょっと無視してみんな。はい。OK。よし。これちょっと、科学者はちょっと無視して。はい。はいはいはい。科学者の皆さんちょっとね。ちょっと若干ここご利用しですけど。こんな感じでね。科学者の人は若干もう無視して。こっちでよかったかな。よし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 。こっちだよね。ここだよね。はい。OK。OK なのかな、これ。うん。どっかででも多分フェーズを解かないと。あ、解けた？あ、いい感じ？大丈夫？あ、大丈夫みたい。自動で。OK。無線が来ましたね。スネーク、格納庫に入できたよ。潜入というか、まあ、ご了承でしたけど。はい。フェーズ2が完了したシャゴホッドは西側にとって大きな脅威。うんうんうん。量産させるわけにはいかない。シャゴホッドはちょっと破壊しなきゃいけないですね。はい。エヴァがシャゴホッドのデータを手に入れてる。それでいるか。うんうん、いいとはいえ。だが、フルシチョフは賢明な指導者だ。抑止以外の使い方はしないだろう。うんうん、だが、ボルギンはまずい。うん、ボルギンはですね。奴はシャゴホッドの力を背景に、冷戦を灼熱の戦争に変えるつもりだ。奴、うん、にシャゴホッドを伸ばせてはならない。いや、ボルギンはやっぱり、もう悪いやつですから。もう一つの任務も残ってはいるが。もう一つの任務？じゃあ、ボスの。ああ、そうでしたね。今はシャゴホッドの破壊に集中してくれ。はい、わかりました。爆破の方法はシギントから伝えてもらう。はい、シギントさん教えてください。はいはい。エヴァが言っていたように、その格納庫全体を吹っ飛ばすなら、うんうんうん、液体燃料のタンクを C3 で爆破するのが一番だ。うん、C3 でね。はいはい。タンクは4箇所あるって。4箇所、はいはいはい。そうです、そうです。その全てに C3 を仕掛ける必要がある。ほうほうほう。 C3 を設置するには C3 を装備してタンクの前で武器ボタンを押せばいい。うんうんうん、なるほど、簡単ですね。 TNT と同じだな。 TNT と一緒ですね。ただ間違った場所に仕掛けるのはやめてくれよ。そうなんですね。必要分しか、そうなんです。4個しかない。では設置場所以外に C3 は仕掛けない。うん、了解しました。そうしてくれ。はい、わかりました。あと気をつけてくれよ。液体燃料はちょっとした衝撃で爆発するんだ。自殺したいんでもなけりゃ。ああ、なるほど。わかりました。わかった。格納庫を一撃で吹き飛ばすには、すべての C3 を同時に爆破する。同時に爆破ね。はいはい。次元装置をスタートさせるのは、うん、設置がすべて終わってからの方がいいかな。うんうんうん、了解した。了解です。4箇所すべての設置が終了してからタイマーを。どうやってタイマー入れるんだろう。次元装置は20分で爆発するんだよ。20分で、はい、爆発、はい。必ずそれまでに脱出してくれよ。え、脱出してくれよ。ま、説明はこんなところかな。ちょっと待って。あとはあんた次第だ。はい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 。検討を祈るよ。はい、ありがとうございます。スネーク、頼んだぞ。はい、わかりました。そうか、何これってあれか。ちょっととりあえず傷を治そう。脱出のところまで含めてそういうことか。深い切り傷、出血、包帯、消毒ね。包帯に、止血剤、消毒、あとはどれだ？あ、これか。OK。うん。さーて、こっからはですね、本番。ちょっと新しいところに来ましたので、敵がどんな感じなのか、ちょっとサーモグラフィーとか見てみる？あー、あー、見やすい。敵がめっちゃ見やすい。少なくともこれで見る限り、今、5人いますね。あ、ここの人たちにも、あれは有効なんですね。ご飯は有効みたい。とりあえずじゃあ、トン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 と。ここもうちょっとなんかいい、カモフラージュないんですかね。やっぱスプリッターが最高か。うん、スプリッターが最高ですね。こんな、堂々とトントントント降りても大丈夫かな。うん、あそこに一人いて、上の方にも一人いた。で、あそこの方にもう一人いて、あっちの方にも一人いるな。あ、ここなんかアイテムある。うん、OK。ちょっと待って。どうしよう。どうしようかな。多分科学者とかに見つかるのも多分またジリジリジリとかなって通報されそうなので、あとはどこに次元爆弾があるかですよね。ちょっとマップ見てみよう。マップには載ってないのか。マップには載ってないんですね。そっか。あー、でも結構、うん、まあまあ広いかなっていう感じ。うんうんうん、なるほど、了解です。
よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。ここに確か一人いたよね。一人いた気がする。ちょっとこっちの方に、ちょっととりあえず端っこの方にね。ここは開かないのか。ちょっと端っこの方にいた。いた。いた。ちょっと立たないで。そう。そういう感じ。どうせなら撃ちたいけどなぁ。いけるかなぁ。あ、こっち来るんだ。撃ちたい。ちょっと撃ってみますか。正確にヘッドショット狙いたいけど、いけるか。いけるか。はい。オッケー、いけた。よし。オッケー。で、腹が減ってるから多分結構な間寝てくれるはず。で、あとは、どこに、例のその、なんとか、何、発煙筒じゃなくて、発火装置じゃなくて、爆弾的なのがあるのかな。あれか。あれですね。一つ目あれ。え、なに、どこ、え、なに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 、ちょ、聞いてない。聞いてない。応援部隊とか呼ばないで。聞いてない。ちょっと待って。はい、分かった。ちょっと、あなたたちはちょっとね。うわ、来た。ちょっと待って。これ、どこに隠れる。え、ちょっと、痛い。どこに隠れればいいの、これ。あー、ちょっと待って。これ、ちょっと、逃げろ。あー、同じこと言ってるけどね。ちょっと、うわー、こっちにもいるじゃん。とりあえず、この人を切れず。はい、オッケー。うん。で、あとは、ちょっとここで重火器使ったら爆発するんですよね。あー、あとはここら辺、ちょっと、はい、オッケー。うん。で、あとは、ちょっとここに隠れるしかないか。はい、ちょっと後ろの方にね、はい、後ろの方に、はい、バックしまーす。はい。うん、ちょっとここに隠れとこう。やばい、グレネード？うぅ。オッケー。うぅ、ちょっと待って。誰に見つかったんだろう、一体。でも、とりあえず多分ここに隠れてれば大丈夫な気はします。で、増援がいなくなることを。大丈夫かな？よし。じゃあ、前回と終わり方が似ておりますが、ここら辺で、時間もいい頃なので終わりたいと思います。ということで、おそらく、相変わらず、プレイはこんな感じですが、頑張って C4 じゃない、C3 を仕掛けていきたいと思いますので、できれば、見つかりたくないですね。はい、頑張っていきたいと思いますので、よろしければ次回も、見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、今回はここら辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。